宮地有紀生の聞いてみやちは、かつて、東海ラジオ放送で放送されていた、午後のラジオ番組。1997年3月、18年半に、渡って放送された、午後のワイド番組の、ぶっつけワイドが終了し、それに伴う改編で、かにたくいったもん勝ちに続く、夕方のワイド番組としてスタート。パーソナリティは、宮地有紀生と、ぶっつけワイドのパーソナリティであった。 神の三子を起用。工日の打ち切りまで、パートナーの変遷はなかった。その後、1998年8月からは、カニタクが午前中の枠に移動し、1999年4月開編での放送時間の短縮を経て、平日13時から16時の午後は移動枠として、放送開始から19年2ヶ月にわたり放送された。特に愛。 地球博が開催された頃には、よく雑誌の名古屋特集等の企画で、宮所のの取材を受けた際、この番組にも取材が来た。他にも、関西テレビ放送が名古屋の企画特集を組んだ際、有名なラジオ番組として、テレビカメラ等の取材スタッフが来たこともあるなど、名古屋を代表するラジオ番組となっていた。2000年から開始された中京地区ラジオ、 聴取率調査では常に平日午後の同時間帯主位をキープし、さらに全局全番組主位も何度も獲得している人気番組であった。2005年冬の調査では、数年ぶりに全局全番組1位を CBC ラジオのつぼいのりをの聞けば聞くほどから奪い返した。しかし、2015年6月以降は、裏番組である CBC ラジオ、北野誠の ズバリが単独主位を維持することが多くなった。2016年春の改編で、平日週5日から週4日となり、打ち切りまでの放送内容は、ほぼ全編で毎日日替わりで出されるテーマについて、聴取者からエピソードや意見などを募集し、二人がそれを番組内で紹介しつつ繰り広げるフリートークであった。2002年には、日本民間放送連盟賞、ラジオ制ワイド部門、 優秀賞を受賞したトークがすでに和芸の域に達しているなどの評価を受けた。しかし、放送20年目に突入した2016年6月27日の放送中に、宮所野が神野を暴行したとして警察に逮捕されたことに伴い、東海ラジオは同番組を6月限りで打ち切り、19年3ヶ月で番組は終了した。宮地放送内では、 宮所の若神のを神のさん、神のは宮所のを先輩と呼んでいた。しかし、宮所ののトークが暴走した際には、ゆきちゃんと呼んでたしなめることがあった。宮所の神のの一方が取るのではなく、宮所の神のと二人揃って休暇を取るのが起きてであった。なおその際、ピンチヒッターウィークとして、東海ラジオのアナウンサーが男女一名ずつ日替わりで登場している。 これは番組開始以来続いていたことでもあった。休暇復帰後の一週間の番組内では小出しにして二人の休暇中の話を紹介することが主であった。そうしたこともあり、滅多なことがない限り片方が休むことはなかった。以下はピンチヒッターの出演者。2011年10月13日から14日まで宮所のが盲腸のため休養。原光孝が代理を務めた。 かつては、ピンチヒッター登場時の番組名を、聞いてみやーてとしていた。また、松原啓生が、代役の時、松原啓生の聞いて、まったか、天野義春、くまの天拓コンビが、代役の時、天拓危機一発、というタイトルで放送したこともある。その際、ジングルも普段とは別のものを用意したが、コーナーは、通常通りに行った。 2016年6月27日14時55分頃、宮所野が放送中に、神野の左膝を蹴った上に、マイクで顔を殴り、唇に全治10日間の怪我を負わせた。事件が発生したのは、リスナーからのメッセージを紹介していた時間で、神野がメッセージを紹介している最中に、痛い痛い。何何ですかと言った上で、 プレゼントをいただいた方のご紹介じゃないんですかと問いかけると、宮所野は、だから、いただいた人のやつ、いただきゃ映画に受け答えをし、その後、神野に対し、宮所野がマイクをぶつける音が放送された。結局、その日は16時まで放送されたが、その後、神野は警察へ出向き、被害届を提出した。事件発生翌日の6月28日からは、 宮所野と神野は出演せず、聞いてみやちとして、アヒルとヨゾウと青山のり子、前野沙織がパーソナリティを務めたが、6月30日に宮所野が愛知県畜佐警察署に逮捕されたことを受け、東海ラジオは同日番組の打ち切りを決定。6月29日で番組終了した。また、同年4月から毎週土曜13時から13時30分に、 放送されていた、ショップジャパンプレゼンツ、宮地有紀生河原達夫神の三子もっと試して宮地や二人が出演する、スポット CM も同様に打ち切られた。なお、6月30日の放送は、新聞各紙の番組表では、聞いて宮地と掲載していたが、特に番組名は付けずに放送した。オープニングでは、この日のパーソナリティを務める安ビルから、 宮所のが逮捕された旨の説明と番組の打ち切りに対する謝罪が行われた。また、各コーナーについては、宮地とつくものは提供スポンサー名と、コーナー趣旨の読み上げで、つかないものはこれまで通りの進行で放送した。7月1日には、筑区署が東海ラジオのスタジオで現場検証を行い、番組スタッフからも事情聴取を行った。担当者は警察に対して、 どこが気に入らなかったのかはわからない。何らかの行き違いがあったとしている。事件当日の放送を聴取していた女性リスナーは、その前後、普段のオンエアに比べ、間合いや会話が噛み合っていないことがあり、違和感はあったと話している。また、宮寺自身が、警察の聴取に対して、番組の進行に不満があったと話していた。宮所のと、神野は10年以上前から、 番組の生放送中に宮所のが取った態度で神のとトラブルになっていたとのことである。7月1日夕方の時点で東海ラジオにはおよそ170件の問い合わせが寄せられた。ラジオの生放送中パーソナリティがパートナーに暴力を振るうという前代未聞の事件は全国のニュースで大々的に報じられ、競合局の CBC ラジオはとより 日本全国のラジオ局のワイド番組、テレビのワイドショーでも取り上げられた。宮所のは7月1日に送検後、釈放されたが以降、釈明、謝罪の記者会見は行っていない。神野も事件発生以降、同年12月に自身のホームページで声明を発表し、2017年4月に同局の松原啓生の日曜も、 歌謡局のアシスタントに就任するまで活動を休止していた。一方で、宮所のは2017年12月に、ライバル局 CBC ラジオのイベントに、2018年8月には、東京のラジオ関連イベントに出演した後、2018年10月から CBC ラジオで新番組を担当することとなり2年、3ヶ月ぶりのレギュラーは、ライバル局で持つこととなった。 6月30日の番組打ち切り後、東海ラジオは7月下旬まで、レギュラーの月木曜13時16時の昼、ワイド枠の扱いは、以下の通り、日替わりで、暫定的な番組を放送し続けていた。特別番組2016年6月30日から7月7日、までは、特別番組と称して放送。各パーソナリティが日替わりで担当した。 扱う投稿テーマが打ち切り前から、すでに設定されていたため、それを引き継いだ投稿を募集しつつ進行した。ぶっつけワイドの期間限定復活2016年7月11日から7月28日まで、かつての平日対昼、ワイド番組であった、ぶっつけワイドが、期間限定の名目で復活した。パーソナリティはかつて同番組を担当していた、松原啓生、蟹江敦子。 サタレイコが担当することとなった。後継番組、ファインデイズの放送開始2016年7月20日、東海ラジオより、聞いてみやちの後継番組として、平日対昼、ワイド番組、ファインデイズの放送を8月1日より開始することが発表された。本番組は、月曜日金曜まで、各曜日パーソナリティと、 アシスタントによって進行されることとなり、同年4月改編より金曜に放送している、菊池教授の楽器。例についても、同枠内に組み込まれた。打ち切り、時点でのタイムテーブルである。音楽をかけるコーナーがない代わりに、二人のトークが番組の大半を占めていた。なお、掲載されている各コーナーの放送時間は、番組の進行等により若干の変更がある。また、 カッコ内はそのコーナーのスポンサー。この番組の公開性放送が基本的に年2回、最低1回を目安として行われる。その1回というのが毎年4月に国営基礎三川公園内で特設ステージを組んで行われる。また番組内で行われた公開放送でリスナーが撮影した写真を募集し、 パーソナリティスタッフが選び抜いた中から対象を決定する宮地フォートコンテストを開催する。なお、受賞作品は公式サイトでも閲覧できる。なお公開生放送が行われる際は、普段の番組の進行と変わるほか、宮所の神野の二人が放送するのも14時45分ぐらいまでとなる。なおその後は、本社スタジオから男女2名のアナウンサーコンビが担当する。 東海ラジオゴールデンウィークフェスタが開催されていた頃はもちろんあたり番組も他の番組と同じく会場内から公開性放送を行っていた。2000年代後半からは体育の日に愛知県犬山市から公開性放送が行われている。毎年交互に博物館明治村トリトルワールドで会場を変えることが慣例となっていた。 放送体制は4月の基礎美川公園センターでの公開性放送と同じである。2011年3月11日は番組放送中の14時46分に東日本大震災が発生。急遽以降のレギュラーコーナーをほとんど中止し、直後の番組を担当するアヒルと余蔵もスタジオに入り、3人で地震関連情報を伝えた。番組中にも余震が たびたび発生し、宮所のは、今まで生きてきてこんなに揺れを感じたのは初めて。落ち着かなければと自分に言い聞かせつつも、正直少し動揺しているとコメントした。なお、レギュラーコーナーの代替として、東京支社からの電話レポート、偶然観光で浅草付近にいた川島葵からの現地レポートを放送した。3月14日から4月1日までは、 テーマメッセージに加え地震に関するメッセージを募集した。また、照れるゼミヤチ、ダジャレで、ミ地チの内容リスナーのメッセージ紹介に変更したほか、時報前のおめでとうのコーナーを、お誕生日のコーナーと名称を変更して放送した。14日には15時52分に緊急地震速報が発令されたため放送が一時中断。しかし、実際は、 東海地方で強い揺れを感じることはなく、56分から通常通り交通情報、また簡単にエンディングを届けた。3月15日分のテーマはうるさいだったが、そこまでに差し替えてメッセージを募集した。ありがとうございます。